藤原隆光は平安時代中期の貴族、家人。藤原北家、右大臣、藤原諸助の八王。官位は、十五以上、右小野江少将、三十六家善の一人。天略二年少殿を許されると、間もなく父の藤原諸助と共に参大し、村上天皇の前で文宣、文鮮、三都府城を暗唱して、天皇を感嘆させた。 天略九年姉の中宮の藤原康子の旧により十五一下に除諭し、翌天略十年時中に任官する。天徳二年左衛門の差、天徳四年右この江少将とぶ官を歴任し、天徳五年正月に十五以上に除せられた。前年の父、藤原諸助の死を契機に発信し、同年十二月に同母帝の人前が死児。 修行していた比叡山延暦寺の横側の両元の元で出家。法名は、直角当時藤原氏の中心的人物であった、諸助の子息の出家は世間に衝撃を与えたらしく、遠の峰少々物語をはじめとして、多くの物語に高光の出家に関する逸話が記されている。しかし、両元と人前との固い結びつきに入り込めず、それを苦にし、 出家の翌年には、横川を去り、遠野峰に移り住んだ。周囲は歌集以下の直線は歌集に23種に集。歌集に、高光集がある。また出家から遠野峰に草案を営むまでを描いた作品に、遠野峰少々物語がある。今鏡によると、高光は、即退着用の際持つ、必要のある尺の代わりに、開始を、 尺の形に畳んだものを所持したことがある、との逸話が語られている。中期のないものは、36人化宣伝による。岐阜県関市の甲賀神社にある、高光公と猿、虎蛇の像美の国の、猿、虎蛇という妖怪の存在を知った朝廷は、天略年間に、藤原高光を派遣し、これを追悼した。詳しくは、猿、虎蛇項目を参照。 岐阜県の甲賀山を主法とした山の山麓にあり、甲賀山を囲む6つの神社。上記の妖怪伝承に関連し、いずれも藤原高光が創建と伝わる。山麓から望む甲賀神社の鳥居と甲賀山や野能が、淵高光が星宮神社のあたりまで来た際、道がわからなくなってしまったが、上、川谷のうなぎが正しい道を教えたため、無事去る。 トラヘビを退治したという。また、藤原高光に、前期星という神が粥を施した地と申されている。その後の粥川は、うなぎの捕獲、食事も禁止となった。粥川うなぎ生息地は、大正13年に、国の天然記念物に指定されている。また、中流域には、藤原高光が用いた矢を収めたと伝わる矢能が、縁がある。その他、 菅谷には高光がわらじを吐き替えたとされるわらじが盛り、甲賀山の神が討伐のための矢を作るように命じ、矢柄を作ったとされる矢萩神社がある。矢萩神社には宝物として妖怪退治に使った矢、木鉾、獅子頭が所蔵されている。ありがとうございます。